花物語最終話ですよ推しの扇カンバル駿河のエロ主人だとうとう君が主人になってきたかなりたくないだろうエロ主人とかまあ要するにエロいんですよ僕が君の性格でその上エロかったら人として危険度が高すぎるだろうそもそも君は見た目からはあまり性欲を感じさせないがその代わり不気味さを醸し出しておりますまだ性欲を醸し出した方が人間っぽくはあるなああ駿河先輩はそうですよねうんどういう意味だ アバン終了ですよミイラの頭部ですかオープニングですよ星の扇カンバル駿河のエロ主人だ扇君さっきのはどういう意味かきちんと説明しなさいあ,あミイラの頭部の件ですか沼地さん風に言えば首脳ですねええ悪魔のパーツの肝となる部分です本当にくたらしいですね油断なりません怪奇霊衆という男は 一致反対のふりをしてこんな重要なパーツの所持を伏せていたとはなんでこっちが説明を求めていることがある時に限って詳細な不音声解説を始めるんださて何のことでしょう性欲を醸し出した方が人間っぽくはあるなという私の発言に対して君は「駿河先輩はそうですよね」と切り離すようにコメントを出しただろうそのことを言ってません言ったよ無感情でとぼけられたら不安になるだろうがいやだから 歯に絹を着せずに言いますとエロいふりとかして人間らしさをアピールする天才カンバル駿河先輩ってけなげだなって微笑ましく申し上げたんですよ絹着せてる着せてる着せてるそしてその絹ほぼシースルーだよそんな絹なら着せない方が良かった微笑ましく申し上げたってなんだ人間らしさをアピールする天才駿河先輩みたいな1年生の時から若くして才能を認められるようなアスリートはチームメートに気を使って大変ですね 気を使うという言葉の意味を覚えたな。変な同情の仕方をするな。エロいふりなどしていない。私は正真正銘の変態だオープニング終了ですよ。A パートですよ。星の扇、カンバルスルガは偽奴隷だ。うん一回飛ばしたんじゃないかっていうくらい違ってるぞ。偽奴隷君は私をそんな風に思っているのか最終話は沼地さんとの勝負がメインに描かれていますね。 ちょっと待て皆既に言われて体育館にやってきてくれた沼地には申し訳ないのだがもう少しさっきの話を続けるぞ駿河先輩が変態のふりをして好感度を上げている件ですか懸命がひどくなってるそんな懸命のメールが来たら読まずに削除するよまあまあそういう行いも人間っぽいですよしかし詐欺師は暗躍しますね今回の件も結局は彼の症状だったように思いますよ 私の疑問を軽くまとめて本編の解説に戻ろうとするのは副音声担当者としては正しいけれども、君は正しい行いを間違った風にしかできないのか重い言葉ですね。僕を一言で表しています。そうです。そうやって正しさと間違いのバランスを取るエロ奴隷こそが僕なのです。それだけエロ奴隷、エロ奴隷言っても、全くエロさが出てこない君はすごいと思うよ。エロさっていうか、だから人間っぽさなのかな。不気味さがエロさで全然フォローできない。 バカと天才は紙一重と言いますけれどその一線を自由に行き来できる存在こそが天才なのかもしれませんバカ側からは超えることができない一線ですがねしてみると天才とバカの間にはやはり大きな壁がそびえているということになりますがそれが駿河先輩が道家ぶっても変態ぶってもどこか薄っぺらい理由ですそうかそれが私が薄っぺらい理由だったのかって膝を打つかノリツッコミだ珍しい ノリツッコミは珍しいですけれどノリツッコミに対してノリツッコミだ珍しいっていう返しは平凡極まりましたね君のツッコミのバリエーションなんて知らないよでもその辺じゃないんですかねカンバル選手と沼地選手の差はうんどういうことだいえカンバルするがチームプレーが得意で沼地廊下はワンマンプレーが得意それは意味軸も両者の人間性の違いを表してるのかもしれないと そもそも団体競技に無縁の僕がこんなことをう闊つに言うと生もの知り川へハマる感じですけれど最終話を見ているとそんな印象を受けますうんつまり沼地は周囲に気を使わずに生きていたが私はそうではなかったそんな話を沼地と最後にしたけれどそういうことかいそれを互いに羨ましく思い合っていたというのは皮肉なものですがね 多くの人は、沼地さんのように自由気ままに、風の向くまま気の向くままに生きていきたいと望みはするでしょうけれど、楽しく人生を謳歌できるのは、やはり駿河先輩のように、先輩や同級生や後輩と仲良く日々を送ることでしょうしね。先輩と同級生についてはその通りだが、後輩についてだけは考えるところがないでもないな。どっちの方が幸せなのか。幸せなんて人それぞれ。とまとめてしまうと、味も深みもありませんが。 しかしやはり、それも一つの結論なのでしょう。結論ね。私には結論なんて出せそうもない。幸せの結論なんて、なへんにあるんだろうな。一人では分からなくても、二人なら分かるかもしれませんよ。鶴ヶ <laughs> 先輩、僕と一緒に、これから一生をかけて幸せについて考えませんかよし、そうしてみようか。ちょっと待って、今のプロポーズじゃないのか <laughs> いやこんなあっさり求婚を受けてもらえるとは、 言ってみるもんだなプロポーズを受けてもらった感想は言ってみるもんだなだったら最悪すぎるよ副音声解説に何を織り込んでるんだ君はでも公開プロポーズってあるじゃないですか。あるじゃないですかっていうのがありかなしかって意味ならないよあーダメだったか。まあいいや切り替えて次だ。ちょっとは引きずれよ君は今プロポーズを断られたんだぞじゃあこれからも友達として敷くよろ。軽いノリだなそれ振られた方が言っていいセリフなのか。 でも、駿河先輩、人を振るのに慣れてらっしゃいますね。さすがスター。あしらったみたいに言うけれど、だからちゃんと告白すれば考えてやるって言ってるだろ。悪ふざけでプロポーズとかするからこんな扱いになるんだよ。本当に考えてくれるのかな試しに体育館裏に呼び出してみようかな。だから試しでご来るな。ああ、とうとう禁止禁止で破っちゃった。忍耐力。い,いえ、思ったよりももってびっくりしました。 駿河先輩体力だけじゃなくて忍耐力もあるんですねおみそれしました君におみそれされても始まらないなじゃあ次は日本語禁止ルールでそういうゲームじゃないだろう一回日本語を言うごとに一枚脱いでいくことさらっと変態的なルールを付け加えるなはぁ、あ、やっぱ禁止禁止令が解かれると会話が一兆倍くらい楽になるな超って軽く言いますけれど蝶ってすごい単位ですよ超すごいですよ確かに 日常生活ではまず使うことのない単位だな。K と同じ扱いでいいかもしれない。じゃあ、今から日本語禁止ルールを。ドンとスタート始めるな。読み方がわからないから、カタクナにオープニングテーマのタイトルを言わない僕と日本語禁止ルールの勝負を。読み方わかってなかったのか。そんな英語力ならより始めるな。席を切ったように禁止しまくりですね。 そんなんじゃ僕、将来一人じゃ何もできないやつになっちゃいますよ。大木君はどんな環境でも余裕で生きていけるよ。いやー、これで意外と甘えん坊ですからね。誰かに依存しないと生きていけません。れが先輩とも沼地さんとも違います。どうなんだろうな。私が戦場小原先輩や荒々木先輩に依存していたことは間違いないし、沼地はどんな環境でも生きていけるやつだと思っていたけれど。ええ、自ら命を絶たれましたしね。 誰か、傍らで支えてくれる人がいれば、沼地もそんなことをしなかったのではないかと思う。ただ、それまでの沼地がそんな人を必要としていなかったのも事実だ。 それに、誰かに依存していた場合、その誰かを失った時の悲しみ、いかばかりかという問題も生じますよね。どこかの誰かさんみたいに、どこかの誰かさんっていう言い方を先輩に対してしていいものなのか。すぐ先輩後輩って上下関係を持ち出す人いるよな。そこまで露骨に後輩ぶっておきながらその点を責めるなよ。先輩後輩の上下関係を盾に取っているのは君だろうが。むしろ矛にしておりますがす。凄まじい矛盾だな。最強の盾と最強の矛、ぶつけ合ったらどっちが勝つのか。 いわゆる矛盾ですが、しかしこれには明確な答えがあります。ん ?4000 年の歴史を持つ矛盾を解決しようというのか。大胆だな。盾が勝ちますよ。だって誇って使いにくいですから、あれ専門技術が必要でしょう。そこへ行くと盾は誰だって使えますからね。つまり、ユーザビリティの観点から見て、勝つのは最強の盾です。そんな観点から勝負してないだろう。どんな解決だ でも、オフェンスの駿河先輩と、ディフェンスの沼地さんというこのワンオンワン勝負も似た要素ははらんでいると思いませんその場合、専門技術が必要となるのはディフェンスの方かもしれないな。 沼地は言ったけれど私はやはり卑怯にも自分に有利なルールを提案したつもりだよさすが卑怯の帝王駿河先輩君に言われるとゴーハラだよ卑怯の帝王って何だ基本駿河先輩のイメージは正々堂々損にしてやだが非ではないという感じなので策を廊しても正々堂々としているイメージですし沼地さんを納得させる勝ち方ではありましたねチームプレー対ワンマンプレーだったと見れば駿河先輩の圧勝ですバスケは一人じゃできないか 人生も一人じゃできないかもしれませんね。目顔で語るな兄私に二回目のプロポーズをするなそういうのを真に受けちゃうんだから私は私が本気になって一番困るの君だろうえ特に困りませんけれど式場の予約とかめんどくさいなーって思うだけです。プロポーズを受けてもらっての感想が式場の予約とかめんどくさいなーだったら、そのプロポーズは断るのが正解だなおっと、ちょっとこのシーンを見ましょう。うんお前成仏する気はないのか ここは衝撃のシーンでしたね。<ん>愕然としましたよ、僕は。のの嘘をつけ。はい、嘘をつけと言われたからつきました。小学1年生か僕は5年生くらいまで言ってましたけどね。そして今でも言っている。そこはエロ奴隷ですから、エロ主人様のご命令には従いますよ。何な,なりと。何な,なりとじゃないよご自身が死んでいることに気づかず、不幸の収集と悪魔の収集を続けていた沼地さん。こうなると、皮肉な悲劇というより、滑稽な喜劇ですが。 は言いいいぎじゃないのかいいえ適切でしょうコレクターとしての合というならこれ以上の業の深さはありません陰合とも言えますがもっとも悪魔のコレクションを始めたのは時系列的に死後の出来事になるはずですがそれがあったからこそここまで気づかずに来られてしまったのかもしれません何せあのパーツは何せあのパーツは何でもありません 何でもある時のやつだろう、それ。何せって言って何でもないわけないだろう。んだ、あのパーツは何だあのパンツはと言ったのです。あのパンツはと言ったのだったら、それはそれで問題だよ。大木、はい、君、君ひょっとして悪魔のミイラについて何か知っているのかい全然、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 全然。戦国ちゃんのやつだな、それ。DJ 奥義です。 オープニングでラップを歌ってらっしゃるという意味では、駿河先輩こそ、DJ 駿河ですが。やめてくれ、DJ 駿河って、駿河だよとか言わないんだよ<の>言ってるじゃないですか。沼地さんの話に戻りますと、自身が幽霊だと気づかずにいたわけですけれど、そんな彼女から悪魔のパーツを奪ったことで、彼女は成仏できたと言えるのかもしれません。 あの悪魔は沼地さんの願いをそういう形で叶えていたのかもしれませんね成仏したというか成仏せざるを得なかったというか私が追い込んだことに違いはないそう思うと荒木先輩はああ言ってくれたけれどやっぱり今でも色々と考えてしまうな正しかったのか間違っていたのかですか本当のところ扇君はどう思う それはもう僕は駿河先輩のエロ奴隷ですから、駿河先輩のやることなすこと、何でもかんでも、諸手を挙げて大賛成ですよ。全く嬉しくない。何の慰めにも癒しにもならない。本当のところじゃないじゃないか。駿河先輩のエロ奴隷なのは本当です。そこがトップクラスの嘘だろう。高止まりだろう。これはこれでバランス感覚なのですが、沼地さんのありようは僕の哲学とギリギリのところで相反しませんし、沼地さんは嘘をついていたわけではありませんからね。 嘘か誠か線引きの難しいところだ。ライン上はセーフというのが、とりあえずスポーツの基本ルールですかね。こうやって考え続け、悩み続けることもまた青春かですね。まあまあ、だからって考えすぎたり悩みすぎたりも、精神衛生上よくありませんよ。こう考えましょう。僕たちも全員、実は生きていると思い込んでいるだけで、幽霊かもしれないじゃないですか。その考え方が一番精神衛生上よくないだろ。 成仏だけに知らぬが仏というやつですね沼地が自分を幽霊だと気づいていなかったことを指してそんな観葉区でまとめたのだとすれば私は奥義君の先輩として君にオクタパスフォールドを決めるぞおやおやこれは花物語だけに言わぬが花でしたかよーしそこでじっとしてろはは <laughs> まさかそんないやちょっと立ち上がらないでください席を立ってウォーミングアップを始めないでくださいわかりました僕の失言ですごめんなさい意外と謝るの早いな そんな君との副音声もあと15分くらいだと思うと、私もようやく肩の荷が降りる気分だよ。そこで駿河先輩、一つ問題が生じています。なんだ君との副音声がやっと終わるのに問題が生じるなんてことがあるか副音声を終えるにあたって、A パートの終了がどこなのかわかりません。なんと !2 時間スペシャルでしたので、テレビ放映時、A パート、B パートで CM を挟んでいませんでしたからね。どこでセパレートしたらいいのかわからないのです。 このままでは A パートを終わらせることも B パートを始めることもできないのです。つまり、僕たちの副音声は永遠に続きます。続くかーえじゃあ、ひょっとしたらもう B パートに入っているかもしれないということかありえます。ただ、近頃のアニメ物語シリーズのチャプターは章ごとにセパレートされる傾向にありますので、A パート開始以来、まだ章をまたいでいない以上、多分まだ A パートだと思います。 裏は取っていませんが。通れよ裏制作スタッフの誰かに聞けば分かるだろう聞いちゃおうとつまらないじゃないですか。危険な後輩だ。一か八かのギャンブル感がたまらないのです。章ごとに分かれているというのを論拠にするなら、B パートの開始は私と沼地との勝負がついた後になるんじゃないかではその地点にオールインということで、ギャンブラーすぎるだろう。駿河先輩と沼地さんが勝負をなさったんですから、僕も僕で勝負したいのです。当てられました。だとすれば私たちの勝負は目に毒だったな。 一応リスクを分散するために二点掛けにしておきましょうか A パート終了ですよ何きっかけで終わったんだよ A パート B パート開始ですよ押しの奥義カンバル駿河のエロ奴隷だ B パートも何きっかけで始まったんだよチャプターの位置が半端すぎるだろう A パート終了ですよすごく刻んでるじゃないかあからさまにすん刻みじゃないか何がオールインだ B パート開始ですよ オしの奥義、カンバル・スルガのエロ奴隷だ。分かった。一点掛けのオールインにしろ。そんな発言を分散されるよりは、まだしも破産した方がマシだ。B パート終了ですよ。なんでこのタイミングでエンディングに入ると思ったんだよ。知り切れと思すぎるだろ。C パート開始ですよ。オしの奥義、カンバル・スルガのエロ奴隷だ。<laughs> なかっただろう。第5話に C パートは、そして君は私のエロ奴隷でもなかっただろう。B パート開始ですよ。 オしの王儀、カンバル・スルガのエロ奴隷だもう分かった。逆らわない。君はもう私のエロ奴隷でいいや。奴隷に逆らわないというのも愉快な表現ですが、自分でも言っているうちに、本当に推しの王儀はカンバル・スルガのエロ奴隷なんじゃないかという気になってきました。君がどういう気になろうと自由だが、とりあえず今はまだ B パートではないと思うぞ。しかし、スルガ先輩と沼地さんの勝負、ダンクで決着とはかっこよかったですよね。 駿河先輩の身長でダンクシュートってなかなかできるもんじゃありませんよね。まあジャンプ力が私の数少ない自慢の一つだからな。何をおっしゃる駿河先輩には得意の卑怯があるじゃないですか。得意の卑怯って何だそもそもダンクシュートは私の中では反則だっておっしゃってたのに。まさかあそこから作戦を練ってらっしゃったとは。しめしめ、うまく沼地さんの思考からダンクシュートをおミットしましたね。どこまで卑怯なんだよ、君の中の私は。何がしめしめだそんな遠いところから仕掛けを打つか 気持ちいいんでしょうねダンク僕身長が低いしジャンプ力もありませんから全然届きませんよ飛び箱の踏切台を使ってみても無理でした飛び箱の踏切台を使ってみるな大怪我するぞソれゴ先輩は飛び箱くらい踏切台なしで逆立ちで飛べますよね体操選手じゃないんだよ私はでは新体操選手ですか体操と新体操って全然違うだろう。同じなのかな体操競技の中に新体操が含まれるという形式のようです ミステリーで言うところの本格と新本格みたいなものかと分かりやすいけれどそれが分かりやすいのは一部限られた我々だけだろうなとにかく僕は運動系は全般ダメですねふん、うん、自転車は自転車は趣味ですねロードレーサーには絶対乗れませんしあんな細い自転車は立てることもできません君もロードレーサーに負けないくらい線が細いからな どうだこれから一緒に鍛えてみるか嫌です一人で勝手にやっといてくださいもっと他にも拒絶の仕方はあるはずだ人生にモラトリウムなんてないんだぜ君に言われてもおしまいだなおや終わっている間に沼地さんは成仏されたようですねああーあでも。 私としてはちゃんと勝てたとは実は思ってなかったりドゥア黙って静かに手を握ってくれないえそういう雰囲気かと思って君とそういう雰囲気になるわけないだろうがこのシーンくらいしんみりさせろ切なさに浸らせろ本当全身あちこち悪魔だったんですねよくも正気を保っていられたものですやはり沼地さんの精神力はな中なかではなかったそうそういうところが羨ましかった多分ここだと思います A パート終了ですよ君のそういうところも羨ましいな多分 B パートですよの多分推オシノ扇の多分コカンバル・スルガの多分奴ドレだ多分すぎるだろう多分奴ドレってなんだご多分に漏れず水だけにな複数盆に帰らずとも言う盆で水を運んでいたらひっくり返さなくてもこぼれますけどね盆だけで運ぶわけないだろう盆の上にコップを乗せろ盆あっフランス語ですよ ボンああボンねいきなり言われてわかるかメルシーボークなんでこのタイミングで礼を言うんだよい,いえ知ってるフランス語を適当に並べただけですが知ってるフランス語を適当に並べるなちなみにボンの意味は知りませんだとすると全くボンじゃないよ子供という意味でボンだよしかし声のみでのご出演でしたがこうして見るとマダム東映の駿河先輩に対する影響力は大きいですね 悪魔のパーツの他にもお母様は愛娘に形見をいっぱい残されたようですねそういうことなのだろうなだが人の母親のことをマダムウェって言うなマダムっていう雰囲気の人じゃなかったよしかし日本のパリジェンヌと呼ばれてらしたとかデマを流すな日本のパリジェンヌってどれだけ同着するんだおや気がつけば荒ららぎ先輩が登場しておりますね まま,さか、ね、ま、まささかか本当だそのまさかじゃありませんよっていうか荒ぎ先輩のカンバル家における信頼値が本当に半端じゃありませんね裸で寝ている孫娘の元に通されるとはうんすでにカンバル家の一員みたいなものだ結構怖い話ですねそれ既成事実っぽいですここからの荒ぎ先輩の妹談義が雰囲気を一新してくれる びっくりしますよね。さっきまでの爽やかな女子同士のスポーツマンシップは何だったのかというくらいのシスコンぶりです。特にカレンちゃんが危険なのだ。高校生になったから。中学生は射程距離範囲外というのは一貫しているんですね。 月日ちゃんは中学3年生。来年から危険ゾーンだ。ただ逆にそれ、年齢が下がりすぎると危険度は増すんですよね。八九治迷いちゃんみたいに。要は、中学生が限定で範囲外なのか。荒木先輩には女子中学生をアンタッチャブルにするトラウマでもあったのだろうか。うーん。なんだ何か知っているのか知っているんだったらい,いえ。強要しないでくださいよ。僕にも段取りがあるんです。アドリブ力が弱いですしね。ふーん。 そういえば結局君の正体がこの花物語で語られることはなかったなええですからそれはファイナルシーズンであればですけどなければ謎のままかその場合最悪原作を読んでいただければと思います原作に言及するな しのぶちゃんのカット多すぎますよね4枚もあったなすごいな急にロリ方面を固めてきましたねロリ方面を固めてきたってどんな表現だ荒ららぎ先輩が語り部ではなかったことで今回幼女成分が欠けていましたからねそこを一気に投入してきた感じです幼女成分ってアニメにそんなに必要なものなのか不可欠であり不可分ですね不可欠であり不可分であるわけないだろうまあまあ僕に幼女趣味はありませんからご安心を。 僕は普通にざっくりとしたセーターを着てらっしゃる蒲原先輩にときめいておりますセーターの下に何も着てなければいいのにってそんなのはときめきとは言わないスパッツ履いてただろちゃんと見てろちゃんと見ていいんですか ちゃんと見られるのも嫌だな多少の露出癖があるとは思えない発言ですねもう少しはっきり言おう君に見られるのは嫌だなうわそういうこと言うんだ人傷ついたへこむわやめろだから私を悪者にするな後輩であることを最大限に利用して弱ぶるな絶対傷ついてないだろ色気づいてはいるかもしれません君のその黒目がちな目は先輩を性的に見ているというより観察し分析するように見ている風に思うから見られるのが嫌なんだよ 性的にというより、個性的に見ていますね。大丈夫です。荒ぎ先輩と同じで、見飽きたら興味をなくします。最低すぎるだろう。荒ぎ先輩はもともと興味がないんだよ、私の裸に。あの人は戦場ヶ原先輩一筋だから。結構判断の難しいところですけれどね。忍ちゃん一筋、巨乳先輩一筋とも言えます。その時その時、筋は一本通っています。そんなの一筋って言えるのか。 ははあ一筋縄ではいきませんね我らが荒木らら先輩はそんなまとめ方でいいのかな事のついでに聞いてしまいますけれど荒木らら先輩と駿河先輩がどうこうなるって線はなかったのですか事のついでにすごく立ち入ったことを聞いてくる後輩だな。 るするが荒木先輩のエロ奴隷だと断ることにおっしゃっていましたけれどもしももしももしもですけれども荒木先輩から求愛されていたら駿河先輩はどう応じました3回ももしもっていうくらいありえないことだと思っているならそんな質問無意味だろう戦場が原先輩のことは一旦忘れてお考えくださいそんな気軽に忘れられるか本当に笑い抜きでリアルに答えるけれどそれはその場では OK するかもしれないけれど 多分1ヶ月続かずに別れることになると思う本当に笑い抜きでリアルな答えですね1ヶ月続かずに別れますかうまくいかないだろうはあでも大体僕も同じことを思いますいえそれは駿河先輩じゃなくても大抵の女子はそうなると思うんですよね実のところ巨乳先輩でも 仮にカップリングが成立していてもそうなっていたと思います。そうだな。一心同体とも蜜月とも見える忍ちゃんとの関係も、厳密に言えばあれって関係が破綻した後の関係だからな。だからこれは、どれだけあの戦場ヶ原先輩がすごい人なのかってことなんですよ。あの荒木先輩と密接な関係が継続しているというのは、一体どれだけ我慢強いのかと。 以前月日ちゃんが言っていたな戦場が原先輩には荒々木先輩しかいないと思われがちだけれど本当は荒々木先輩にこそ戦場が原先輩しかいないのだとまんざらでもない達見だこんなアーティストみたいな男絶対別れますよね見た目の問題ではなくなここで問われているのは誰でも彼でも助けようとしてしまう恋人だからといって決して最優先されない荒々木先輩のありようだろうじゃあじゃあもう一つもしもですけれど もしも駿河先輩が僕と付き合ったら、どれくらい持つと思います告白を受けるかどうかからまず考えさせろ。君と付き合っている図がまずイメージしにくいんだよ。しかも、どれくらい持つって、別れること前提か。まあまあ、お互い次の予定もあるでしょうしね。そんな奴と付き合うわけないだろ次の予定とか考えながら男女交際をするなじゃあ、お互い30歳までに結婚できなかったら、その時潔く結婚しましょう。よく聞く奴だけど、そんなプロポーズを実際にするな。私を次の予定に組み込むな 駿河先輩は荒々木先輩に髪を切ってもらったわけですけれど、しかし本当に女子の髪を切るのが手慣れていますね。これまでに切った人数、二人どころじゃないんじゃないですか美容師を目指しているのかな。君も男子にしては長い方だけれど、どうだ、先輩の伝統で私が切ってやろうか 遠慮します女子になる時困るので女子になる時ああいえ女装する時の間違いでした女装する方が間違いだろう最後の最後に来て何を言っているんだ君はまあこれは最初の最初から言っていることですけれどね「花物語」もこれでおしまいか荒ぎ先輩が締めてくれたなおいしいところを持って行ったとも言えますそんな言い方をするなかっこよかっただろうが多分 B パート終了ですよいやここは確実だろう 確実にエンンディングですよ確実にオシの義確実にカンバルスルガの確実奴隷だ確実奴隷いい加減にしろよ本当にパッケージ1本の間に一体何回奴隷って言うつもりだよ奴隷って言葉の意味がゲシュタルト崩壊してくるよゲシュタルトってスイーツみたいですよね本編が終了したからって適当にコメントするな全体を総括させろいえいえそういうのは必要ないでしょう答えは全て本編の中にあります 見た方が受け取った通りの花物語でしたもっともらしくまとめるなだったら副音声必要ないだろうさっき振られてからずっと考えてたんだよこっちはあ,あごめんなさい振っちゃって女子として振られたみたいに言うな先輩髪の毛ショートの方がやっぱりらしいですね単純に元に戻したというわけでもなさそうですねそこは端々に成長を感じさせますよかったな ライバルとの戦いを経て人間的に成長できて収録が終わった後君の身にどれだけの説教が待っているか楽しみにしているではではアニメ花物語駿河デビル副音声のお相手は何かいいこと語ればいいねカンバル駿河のエロドレーオシのオオとトン荒木先輩のエロドレイカンバル駿河だったなんだその副音声エロドレイとエロドレイがお相手ってもしもまたの機会がございましたら その時は再び、エロドレーとエロドレーの副音声をお届けしますね。絶対嫌だ。それだけは何が何でも阻止する。沼地から教わった泥沼ディフェンスで阻止するぞそれもまた青春。バイバイですよ。私も破産した方がマシだ。B パート終了ですよ。なんでこのタイミングでエンディングに入ると思ったんだよ。知りきれと重すぎるだろう。C パート開始ですよ。オシの奥義、カンバルスルガのエロドレーだ。なかっただろう。第5話に C パートは、そして君は私のエロドレーでもなかっただろう。B パート開始ですよ。 オしのオーカンバル・スルガのエロ奴隷だ。もう分かった。逆らわない。君はもう私のエロ奴隷でいいや。奴隷に逆らわないというのも愉快な表現ですが、自分でも言っているうちに、本当に推しのオーはカンバル・スルガのエロ奴隷なんじゃないかという気になってきました。君がどういう気になろうと自由だが、とりあえず今はまだ B パートではないと思うぞ。しかし、スルガ先輩と沼地さんの勝負、ダンクで決着とはかっこよかったですよね。 駿河先輩の身長でダンクシュートってなかなかできるもんじゃありませんよね。まあジャンプ力が私の数少ない自慢の一つだからな。何をおっしゃる駿河先輩には得意の卑怯があるじゃないですか。得意の卑怯って何だそもそもダンクシュートは私の中では反則だっておっしゃってたのに。まさかあそこから作戦を練ってらっしゃったとは。しめしめ、うまく沼地さんの思考からダンクシュートをミットしましたね。どこまで卑怯なんだよ、君の中の私は。何がしめしめだ。そんな遠いところから仕掛けを打つか。 気持ちいいんでしょうねダンク僕身長が低いしジャンプ力もありませんから全然届きませんよ飛び箱の踏切台を使ってみても無理でした飛び箱の踏切台を使ってみるな大怪我するぞそれが先輩は飛び箱くらい踏切台なしで逆立ちで飛べますよね体操選手じゃないんだよ私はでは新体操選手ですか体操と新体操って全然違うだろう同じなのかな体操競技の中に新体操が含まれるという形式のようです ミステリーで言うところの本格と新本格みたいなものかと分かりやすいけれどそれが分かりやすいのは一部限られた我々だけだろうなとにかく僕は運動系は全般ダメですねふん、うん、自転車は自転車は趣味ですねロードレーサーには絶対乗れませんしあんな細い自転車は立てることもできません君もロードレーサーに負けないくらい線が細いからな どうだこれから一緒に鍛えてみるか嫌です一人で勝手にやっといてくださいもっと他にも拒絶の仕方はあるはずだ人生にモラトリアムなんてないんだぜ君に言われてもおしまいだなおや終わっている間に沼地さんは成仏されたようですねあ<ー>先輩、うん、あーあでも。 私としてはちゃんと勝てたとは実は思ってなかったりドゥア黙って静かに手を握ってくれないえそういう雰囲気かと思って君とそういう雰囲気になるわけないだろうがこのシーンくらいしんみりさせろ切なさに浸らせろ本当、全身あちこち悪魔だったんですねよくも正気を保っていられたものですやはり沼地さんの精神力はな中なかではなかったそうそういうところが羨ましかった多分ここだと思います A パート終了ですよ。一員みたいなものだ。結構怖い話ですね、それ。既成事実っぽいです。ここからの荒ぎ先輩の妹談義が雰囲気を一新してくれる。びっくりしますよね。さっきまでの爽やかな女子同士のスポーツマンシップは何だったのかというくらいのシスコンぶりです。特にカレンちゃんが危険なのだ。高校生になったから。中学生は射程距離範囲外というのは一貫しているんですね。 月日ちゃんは中学3年生。来年から危険ゾーンだ。ただ逆にそれ、年齢が下がりすぎると危険度は増すんですよね。八九時迷いちゃんみたいに。要は、中学生が限定で範囲外なのか。荒々木先輩には女子中学生をアンタッチャブルにするトラウマでもあったのだろうか。うーん。なんだ何か知っているのか知っているんだったら言え。強要しないでくださいよ。僕にも段取りがあるんです。アドリブ力が弱いですしね。ふーん。 そういえば結局君の正体がこの花物語で語られることはなかったなええですからそれはファイナルシーズンであればですけどなければ謎のままかその場合最悪原作を読んでいただければと思います原作に言及するな しのぶちゃんのカット多すぎますよね4枚もあったなすごいな急にロリ方面を固めてきましたねロリ方面を固めてきたってどんな表現だ荒木先輩が語り部ではなかったことで今回幼女成分が欠けていましたからねそこを一気に投入してきた感じです幼女成分ってアニメにそんなに必要なものなのか不可欠であり不可分ですね不可欠であり不可分であるわけないだろうまあまあ僕に幼女趣味はありませんからご安心を 僕は普通にざっくりとしたセーターを着てらっしゃるカンバル先輩にときめいておりますセーターの下に何も着てなければいいのにってそんなのはときめきとは言わないスパッツ履いてただろちゃんと見てろちゃんと見ていいんですか ちゃんと見られるのも嫌だな。多少の露出癖があるとは思えない発言ですね。もう少しはっきり言おう。君に見られるのは嫌だな。わあ、そういうこと言うんだ。人、傷ついた。へこむわ。やめろ。だから私を悪者にするな。後輩であることを最大限に利用して弱ぶるな。絶対傷ついてないだろう。色気づいてはいるかもしれません。 君のその黒目がちな目は先輩を性的に見ているというより観察し分析するように見ている風に思うから見られるのが嫌なんだよ。性的にというより個性的に見ていますね。大丈夫です。荒ぎ先輩と同じで見飽きたら興味をなくします。最低すぎるだろう。荒ぎ先輩はもともと興味がないんだよ私の裸に。あの人は戦場ヶ原先輩一筋だから。結構判断の難しいところですけれどね。忍ちゃん一筋、巨乳先輩一筋とも言えます。 その時その時、筋は一本通っています。そんなの一筋って言えるのかはは <laughs> 一筋縄ではいきませんね。我らが荒木先輩は。そんなまとめ方でいいのかな事のついでに聞いてしまいますけれど、荒木らら先輩と駿河先輩がどうこうなるって線はなかったのですか事のついでにすごく立ち入ったことを聞いてくる後輩だな。 頑張るするが荒々木先輩のエロ隷。メ目顔で語るな兄私に2回目のプロポーズをするなそういうのを真に受けちゃうんだから私は私が本気になって一番困るの君だろうえ特に困りませんけれど式場の予約とかめんどくさいなーって思うだけですプロポーズを受けてもらっての感想が式場の予約とかめんどくさいなーだったらそのプロポーズは断るのが正解だなおっとちょっとこのシーンを見ましょううんお前成仏する気はないのか ここは衝撃のシーンでしたね<ん>愕然としましたよ僕は嘘をつけはい嘘をつけと言われたからつきました小学1年生か僕は5年生くらいまで言ってましたけどねそして今でも言っているそこはエロ奴隷ですからエロ主人様のご命令には従いますよ何な,なりと何な,なりとじゃないよご自身が死んでいることに気づかず不幸の収集と悪魔の収集を続けていた沼地さんこうなると皮肉な悲劇というより滑稽な喜劇ですが は言い過ぎじゃないのかい,いえ適切でしょうコレクターとしての合というならこれ以上の業の深さはありません陰合とも言えますがもっとも悪魔のコレクションを始めたのは時系列的に死後の出来事になるはずですがそれがあったからこそここまで気づかずに来られてしまったのかもしれません何せあのパーツは何せあのパーツは何でもありません 何でもある時のやつだろうそれ何せって言って何でもないわけないだろなんだあのパーツは何だあのパンツはと言ったのですあのパンツはと言ったのだったらそれはそれで問題だよ扇く、はい、君君ひょっとして悪魔のミイラについて何か知っているのかい全然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 戦国ちゃんのやつだなそれ DJ 奥義です オープニングでラップを歌ってらっしゃるという意味では駿河先輩こそ DJ 駿河ですがやめてくれ DJ 駿河って駿河だよとか言わないんだよ言ってるじゃないですか沼地さんの話に戻りますと自身が幽霊だと気づかずにいたわけですけれどそんな彼女から悪魔のパーツを奪ったことで彼女は成仏できたと言えるのかもしれませんあの悪魔は 沼地さんの願いをそういう形で叶えていたのかもしれませんね成仏したというか成仏せざるを得なかったというか私が追い込んだことに違いはないそう思うと荒木先輩は会ってくれたけれどやっぱり今でも色々と考えてしまうな正しかったのか間違っていたのかですか本当のところ扇君はどう思う そりゃあもう僕は駿河先輩のエロ奴隷ですから、駿河先輩のやることなすこと、何でもかんでも、諸手を挙げて大賛成ですよ。全く嬉しくない。何の慰めにも癒しにもならない。本当のところじゃないじゃないか。駿河先輩のエロ奴隷なのは本当です。そこがトップクラスの嘘だろう。高止まりだろう。これはこれでバランス感覚なのですが、沼地さんのありようは僕の哲学とギリギリのところで相反しませんし。 沼地さんは嘘をついていたわけではありませんからね嘘か誠か線引きの難しいところだライン上はセーフというのがそうだ <laughs> ままさかそのまさかじゃありませんよんっていうか荒ぎ先輩のカンバル家における信頼値が本当に半端じゃありませんね裸で寝ている孫娘の元に通されるとは <laughs> うんすでにカンバル家の一員みたいなものだ結構怖い話ですねそれ既成事実っぽいですここからの荒ぎ先輩の妹談義が雰囲気を一新してくれる びっくりしますよね。さっきまでの爽やかな女子同士のスポーツマンシップは何だったのかというくらいのシスコンぶりです。特にカレンちゃんが危険なのだ。高校生になったから。中学生は射程距離範囲外というのは一貫しているんですね。月日ちゃんは中学3年生。来年から危険ゾーンだ。ただ逆にそれ、年齢が下がりすぎると危険度は増すんですよね。八九時迷いちゃんみたいに。 要は、中学生が限定で範囲外なのか荒ららぎ先輩には女子中学生をアンタッチャブルにするトラウマでもあったのだろうか。うーん。なんだ何か知っているのか知っているんだったら言え。教養しないでくださいよ。僕にも段取りがあるんです。アドリブ力が弱いですしね。ふーん。そういえば結局、君の正体がこの花物語で語られることはなかったな。ええ。ですからそれは、ファイナルシーズンで。 あればですけどなければ謎のままかその場合最悪原作を読んでいただければと思います原作に言及するなしのぶちゃんのカット多すぎますよね4枚もあったなすごいな急にロリ方面を固めてきましたねロリ方面を固めてきたってどんな表現だ荒ぎ先輩が語り部ではなかったことで今回養女成分が欠けていましたからね そこを一気に投入してきた感じです幼女成分ってアニメにそんなに必要なものなのか不可欠であり不可分ですね不可欠であり不可分であるわけないだろうまあまあ僕に幼女趣味はありませんからご安心を僕は普通にざっくりとしたセーターを着てらっしゃるカンバル先輩にときめいておりますセーターの下に何も着てなければいいのにってそんなのはときめきとは言わないスパッツ履いてただろちゃんと見てろちゃんと見ていいんですか ちゃんと見られるのも嫌だな多少の露出癖があるとは思えない発言ですねもう少しはっきり言おう君に見られるのは嫌だなうわそういうこと言うんだ人傷ついたへこむわやめろだから私を悪者にするな後輩であることを最大限に利用して弱ぶるな絶対傷ついてないだろう色気づいてはいるかもしれません君のその黒目がちな目は先輩を性的に見ているというより観察し分析するように見ている風に思うから見られるのが嫌なんだよ 性的にというより個性的に見ていますね大丈夫です荒ぎ先輩と同じで見飽きたら興味をなくします最低すぎるだろう荒ぎ先輩はもともと興味がないんだよ私の裸にあの人は千尋小原先輩一筋だから結構判断の難しいところですけれどね忍ちゃん一筋巨乳先輩一筋とも言えますその時その時筋は一本通っていますそんなの一筋って言えるのか はは <laughs> 一筋縄ではいきませんね。我らが荒木先輩は。そんなまとめ方でいいもっとも、悪魔のコレクションを始めたのは、時系列的に死後の出来事になるはずですが、それがあったからこそ、ここまで気づかずに来られてしまったのかもしれません。何せあのパーツは。何せあのパーツは何でもありません何でもある時のやつだろう、うそれ。何せって言って何でもないわけないだろう。なんだあのパーツは何だ あのパンツはと言ったのです。あのパンツはと言ったのだったらそれはそれで問題だよ。大木君君ひょっとして悪魔のミイラについて何か知っているのかい全然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 。戦国ちゃんのやつだな、それ。DJ 大木です。オープニングでラップを歌ってらっしゃるという意味では、駿河先輩こそ DJ スガーですが。やめてくれ、DJ スガーって。駿河だよとか言わないんだよん言ってるじゃないですか。 沼地さんの話に戻りますと自身が幽霊だと気付かずにいたわけですけれどそんな彼女から悪魔のパーツを奪ったことで彼女は成仏できたと言えるのかもしれませんあの悪魔は沼地さんの願いをそういう形で叶えていたのかもしれませんね成仏したというか成仏せざるを得なかったというか私が追い込んだことに違いはないそう思うと荒木らら先輩はああ言ってくれたけれどやっぱり今でも色々と考えてしまうな 正しかったのか間違っていたのかですか本当のところ大木君はどう思うそりゃもう僕は駿河先輩のエロドレですから駿河先輩のやることなすこと何でもかんでも諸手を挙げて大賛成ですよまったく嬉しくない何の慰めにも癒しにもならない本当のところじゃないじゃないか駿河先輩のエロドレなのは本当ですそこがトップクラスの嘘だろう高止まりだろうこれはこれでバランス感覚なのですが 沼地さんのありようは僕の哲学とギリギリのところで相反しませんし沼地さんは嘘をついていたわけではありませんからね嘘かまことか線引きの難しいところだライン上はセーフというのがとりあえずスポーツの基本ルールですかねこうやって考え続け悩み続けることもまた青春かですねまあまあだからって考えすぎたり悩みすぎたりも精神衛生上よくありませんよ こうう考えましょう僕たちも全員実は生きていると思い込んでいるだけで幽霊かもしれないじゃないですかその考え方が一番精神遠征上良くないだろう成仏だけに知らぬが仏というやつですね沼地が自分を幽霊だと気づいていなかったことを指してそんな慣用句でまとめたのだとすれば私は扇君の先輩として君にオクトパスフォールドを決めるぞ おやおやこれは花物語だけに言わぬが花でしたかよーしそこでじっとしてろ。あ <laughs> はまさかそんな。いやちょっと立ち上がらないでください。席を立ってウォーミングアップを始めないでください。わかりました。僕の出現です。ごめんなさい。意外と謝るのが早いな。<laughs> そんな君との副音声もあと15分くらいだと思うと、私もようやく肩の荷が降りる気分だよ。そこで駿河先輩、一つ問題が生じています。なんだ、君との副音声がやっと終わるにじゃできないかもしれませんね。目顔で語るな兄、私に2回目のプロポーズをするなそういうのを真に受けちゃうんだから私は私が本気になって一番困るの君だろうえ特に困りませんけれど式場の予約とかめんどくさいなーって思うだけです。 プロポーズを受けてもらっての感想が式場の予約とかめんどくさいなだったらそのプロポーズは断るのが正解だなおっとちょっとこのシーンを見ましょううんお前成仏する気はないのかここは衝撃のシーンでしたね<っ>愕然としましたよ僕は嘘をつけはい嘘をつけと言われたからつきました小学1年生か僕は5年生くらいまで言ってましたけどねそして今でも言っている,ているそこはエロ奴隷ですからエロ主人様のご命令には従いますよ何な,なりと何な,なりとじゃないよ ご自身が死んでいることに気づかず、不幸の収集と悪魔の収集を続けていた沼地さん。こうなると、皮肉な悲劇というより、滑稽な喜劇ですが。滑稽は言い過ぎじゃないのかいえ、適切でしょう。コレクターとしての強と言うなら、これ以上の業の深さはありません。陰謀とも言えますが。もっとも、悪魔のコレクションを始めたのは、時系列的に死後の出来事になるはずですが、それがあったからこそ、ここまで気づかずに来られてしまったのかもしれません。 せあのパーツは何せあのパーツは何でもありません何でもある時のやつだろうそれ何せって言って何でもないわけないだろうんだあのパーツは何だあのパンツはと言ったのですあのパンツはと言ったのだったらそれはそれで問題だよ尾木君君ひょっとして悪魔のミイラについて何か知っているのかい全然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 戦国ちゃんのやつだなそれ DJ 尾木です オープニングでラップを歌ってらっしゃるという意味では、スルガ先輩こそ DJ スルガーですが、やめてくれ DJ スルガーって、スルガだよとか言わないんだよ言ってるじゃないですか。沼地さんの話に戻りますと、自身が幽霊だと気づかずにいたわけですけれど、そんな彼女から悪魔のパーツを奪ったことで、彼女は成仏できたと言えるのかもしれません。 あの悪魔は沼地さんの願いをそういう形で叶えていたのかもしれませんね成仏したというか成仏せざるを得なかったというか私が追い込んだことに違いはないそう思うと荒木らら先輩はああ言ってくれたけれどやっぱり今でも色々と考えてしまうな正しかったのか間違っていたのかですか本当のところ扇君はどう思う そりゃあもう僕は駿河先輩のエロ奴隷ですから、駿河先輩のやることなすこと、何でもかんでも、諸手を挙げて大賛成ですよ。全く嬉しくない。何の慰めにも癒しにもならない。本当のところじゃないじゃないか。駿河先輩のエロ奴隷なのは本当です。そこがトップクラスの嘘だろう。高止まりだろう。これはこれでバランス感覚なのですが、沼地さんのありようは僕の哲学とギリギリのところで相反しませんし、沼地さんは嘘をついていたわけではありませんからね。 嘘か誠か線引きの難しいところだ。